サンフレッチェ30周年記念30芝中優グラサンチェイエスお願いします。お願いします。今日は福山市にやってきました。ここは新勝寺ゼントニアのミュージアムといて禅の世界を味わえる場所なんです。禅のイメージなんかちゃんと座って心を無にするっていうイメージですね。僕は自分は心を、まあ、りょうくんとして無にして叩かれるっていうイメージですね。叩かれるイメージですね。ちゃんとしていけばでも叩かれないし、動いたらダメ。あ、そうなんですね。今日は座禅の体験ができるらしいんで今から行ってきます。行ってきます。せーの。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。どうぞお分かりください。失礼します、はい、どうぞ。一口でいいんですか。ダメでしょ。あ、切って。そうですよね。切っていただきますね。すいません。いただきます。うまっ。おいしいです。なにこれ。あんこ味です。美味しいです。うん。はい、どうぞ。ありがとうございます。初めて飲むっすね、これ。大人やな。濃いっす。濃いね。深いよ、ちょっと。深いかな、これ。深くね。美味しい。深い抹茶。抹茶っすね。抹茶。抹茶。抹茶を飲んで心が落ち着いたので、これから座禅をしに行きたいと思います。思います。やべ、ちょっと緊張してきた。やべ、マジでもう。こんにちは。こんにちは。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。新勝寺の武田と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。じゃあどうぞ中へお入りください。お願いします。うわ、すごい。こちらの茅葺きの建物が禅堂です。こちらの禅堂です。もともとはあの鎌倉の建長寺、建長寺から移築してきたわけなんですけども、約250年ぐらい前の建物はそうですけれども、まあ、もちろん建長寺にあった時は建長寺の雲水、まあ、修行僧が修行の場として使ってたわけですから、基本あの非公開、その目に触れることのない建物でしたけども、まあ、今はこのように広く一般の方にも開放して使っております。全くの初めてですか。初めてです、はい、で、あの下から順次説明していきますから、反対のももの上にこう足が上がるようでしたら上げてみてやってください。あ、もう無理だ。無理です、ね、いや、あの危ないでいいですから。座禅というのはもう要約すればまず姿勢を整える、そして次に呼吸を整える、この2つです。この2つができてないと座禅として成立しませんから、はい、まず座禅中はこの鼻のみで呼吸してください。決して口で行わず、そしてあの腹式呼吸の一種なんですけど、まずお腹を使ってしっかりと呼吸してください。まず座禅が始まりました。こうお腹をこうグッと引き回しながら、こう人をふた角のところで一気に吸い込むような形で、一つ二つ頭の中深い呼吸がこう繰り返し繰り返し行えるはずですから、で、あのこの姿勢と呼吸整えば、あの自然と心というのも気持ちというのも整ってくるはずですから、まあ、見たことあるかもしれないけど、軽作と言います、まあ、これは本当誰でもそうなんですけど、座禅中眠くなったり、またこう集中できなくなったり、また肩が凝ってしまったりとか、いろんなものに悩まされるものです、座禅中。その際にこの軽作を使って、その方の背中を打って、それこそ目を覚まさすというか、活を入れるというか、こういろんな思いを断ち切るというか、要はまあ強制的に気持ちをこう切り替えさせるために、体に刺激を与えて切り替えさせるために使う道具です。で、あの
ここ新書でもまあもちろん使いますけれども、まあ、あくまでもまあ希望者のみということにしてますから、いきなり私の方から問答無用で打つことはないですから、まあ、その点は安心してください。であくまでも計測は自分の判断で受けてください。私が前を通った時で結構ですから、もしこう計測を受けたい場合はこう合唱してください。この合唱が私は計測を受けたいですと言われる。でそうしましたら私も同じように合唱します。でお互い合唱が終わりましたらちょっとこう一つ礼をして、でそしてですねちょっと右手左手をこう反対の上に添えるような形で結構ですから、ちょっとこう背中をこう丸めるような形でこうできればこうこれぐらいに、はいはい、こう手をこうこれぐらい回っていって、でそうしましたらもうここでこれでこうこうやってでこう2回ずつ叩きますから打ちますから、で計測を打ち終わりましたらまたこう同じように起き上がって合唱して、そしてまた礼をして、はいはい、もうこれぐらいで、こんな感じですから、で起き上がって、で、はい、それでは合唱してください。じゃあ一つ礼をしてください。はい、ありがとうございます。まあ、10分弱ですけどね、今ので。で、しんどかったです？はい。いやいや。いや、もう、心を無にして、とにかく呼吸をしてました。気持ちよかったです。そうですね、自分も、まあ、この無の感じを しようと思ったんですけど、やっぱなんか集中力がないなってちょっと感じました。はい、集中力ないですね、俺ちょっと。はい、ではこれからこちらの工程の方ですね、お入りいただくんですが、入られる前に少し事前のご説明をさせていただきます。こちらの工程ですが、
現代彫刻家の名和晃平さんとその方の率いますクリエイティブ集団サンドイッチによる25分間のインスタレーション作品となっております。それでは中にご案内させていただきます。すごい。じゃあわーってなってるんですか。ほんとね。はい、では入り口部分が大変低くなりますのでお気をつけください。はい、気をつけくださいね。すごかったっすね。今まですごかったっすね。なんか無になれたね。言葉では全然表せないっすね。見入っちゃったよ、ね、水のね、はい、音とかあの模様あの色が なんか波っぽい感じの、はい、心が綺麗になりました。とても、はいはい、落ち着きました。心が落ち着いたね。ずっとあそこいたいね、はい、言葉では表せれないんで足を運んでもらいたいですね、うん、はい、体感しても見てほしいですね、はい、今日一日お疲れ様でした。ありがとうございます。一日過ごしてみられていかがでしたか。そうですね、もう本当に心を無にして座禅とかして整った感じですね。気持ちも体も、はい、自分も、はい、座禅やってみて、でも本当にすごい落ち着いたんで心が、試合前にちょっと座禅入れてみようかなと思います。ブラサンチェ。